はい、どうも、健太店長です。ですね、ですねまあ今更なんですが、ちょっとね、グラドセフトートの、健太店長的ちょっと絶景をこれからちょっと今更なんですが紹介していきたいと思います。お気に入りのね、ロケーションとかね、その景色がいいところとか紹介したいと思います。はい、決してやることがないからというわけではなくて、ただ本当に紹介したいね、単純にその思いでございます。はい、一発目はね、全然まあ一発目なのに地味なんですけども、ランドアクトダムコースね、ランドアクトダム、この辺、ここすげえ俺好きなんですよね。こっちはこんな感じの貯水湖なんていうの、貯水池、まあ、そんな感じで、こっち側の人が街をね、なんか遠くにかすかに、霞んで街が見える、なんかそのなんだろうな、あのピラミッドの見えるホテルみたいなね、エジプトの。ここいいっすよね、ここ。もうなんか街がぼんやりとね、霞んで、なんかこの自然とね、あっち の近代的な、近代、なんだよ今日の俺は、おい。近代的なね、建物とのなんか対比っていうかね、それがなんか非常に美しい。星三つですね、美しいですよね、これね。ランドアクトダム。で、ここなんですけど、上の方にね、ここ、飛び込み台じゃないけど、パラシュートもあるしね、ちょうど、ここです、ここ、この上、登ってね、ジャンプするとね、なかなか爽快なんですよ。ちょっとね、今回はこの絶景に加えましてね、ちょっとそこの絶景で遊ぼうという、今回はというか、この絶景で遊んでいこうかな。なかなかこの景色のいいロケーションを紹介しつつ、なんかそこでちょっと茶番を繰り広げるっていう感じのちょっと動画を、これからシリーズ化していこうかな。どうせ再生回数低いだろうけど。ね、この高低差、ここ高いですよね、これ。後ろには貯水湖、貯水池。で、前はこんな感じでね、なかなか絶景ですね。ランドアクトダム、ね、皆さんぜひ訪れてください。というわけで、下見てください、これ。この高さ。怖えー、高えー。これさ、本当にさ、グランドセフトートのところ、水の表現半端ないっすよね、これね。ちょっと他のゲームと比べて、ちょっと、頭60個分ぐらい抜きに出てますよ、これ。水が美しすぎる。これ。特にここなんかこの、ここの川綺麗ですね、水ね。本当にこう水のね、表現がね、優秀ですね。グランドセフトオート5。だってですね、この間、ね、サイコブレイク終わったんで、またね、また BMX の練習をちょっとしようかなと思って。ちょっとまそれで街の中でね、ちょっと、ロデオ走行ってなんじゃないですか、ロデオ走行ってなんかのパチャカチャやって、スピード出るとかいうね。まあ、あれ全然下手っぴなんだけど、あれでちょっと街の中をね、そういう、移動してたら、母親がですね、お部屋に突然入ってきまして、そしたら、テレビの画面見て、あんた街のね、茶道のど真ん中で自転車何やってんのって、現実の世界のビデオ、俺の自分のなんか映したビデオかなんかと勘違いしたらしいで、牛のかぶり物かぶって車道の真ん中で自転車ガッチャンガッチャンやってる。そんなわけあるかってね。まあ言うぐらいね、なかなかパッと見ていく昔の人から見たら、リアリティ溢れる映像なんですね、このね、グランドセフトオートって。ね。というわけで、まあ、なかなかとくだらない話をしたんですが、ちょっと、ここからパラシュートでね、パラシュートっていうか、ちょっと、ダイブしてね、
ベースジャンプギリギリでパラシュート開いて着地するっていう、もう川ギリギリ、水面ギリギリでパラシュート開いてね、俺のこのパラシュート技術を見せつけてやりますよ。いくぞ、いーはーひーはー。まあこんなもんだな。あ、1回目はとりあえずこんなもんで終わりましょうかね。それではまた、次のね、絶景ポイント、発見しましたら、ちょっと紹介していきたいと思いますので、乞うご期待というわけで、今回はこんな程度で終わりたいと思います。はい。